Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mr. Naoshi Uchida, CEO, President, and 100 Dreams, a cutting-edge e-commerce consulting firm in Hawaii. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、トップ EC、e コマースですね。コンサルタントとして、日米の架け橋として活躍されているインターネットコンサルティング会社、社長 CEO の内田直志さんにお話を伺いたいと思います。内田さん、お忙しいところありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが、e コマース、はい、はい、これとそのオンラインビジネスって、はい、同じですかね。もう基本的には講義の意味で、はい、e コマースっていうのは、うん、いわゆるエレクトリックコマースなので、はい、インターネットを介して、はい、いわゆるあれですよね、トレード取引がされるものを総称して e コマースというので、はい、じゃあ e コマースの方がちょっと大きな感じですかね。オンラインっていうのがまあ全部まるっと入ってますよね。その中の e コマースがあり、はい、オンラインメディアがあり、はい、ソーシャルメディアとかっていうのはまたその中に入ってくる。そういうふうに分かれるわけですね、はい、まあ、基本的にはまあネットを使って何かやるっていう意味ではあまり差はないです、はい、そうですか、じゃあいろんな言い方があると、はいはい、そうですね、まあ、私たちは日本だとネットビジネスとかっていうような言い方をしますが、はい、まあ、同じと考えてよろしいわけですね、はい、基本的には全部同じ、はい、でその内田さんがやっていらっしゃる、うん、あのお仕事っていうのは、はい、ハワイを拠点にして、はい、これは どんな会社が対象になってるわけですか。うちの会社は、はい、まあ、メインで行くと、はい、もう完全にローカルの会社です。というとアメリカの会社ということですか。ハワイの会社、ハワイの法人が、まあ、ほとんどですね、はい、で当然そのオーナーさんはローカルの方もいらっしゃれば、はい、日本人オーナーの方もいらっしゃいますけど、はい、会社の登記自体はもう、はい、ハワイに属してるって、うん、登録してるっていう会社がほとんどです。なるほど、はい、じゃあ日本から来てらっしゃって日本人がここでやってらっしゃる場合もあれば、はい、アメリカの方で、はい、ハワイの方でここでやってらっしゃる、はい、っていう方も、その方とのサポートをどこに向けてサポートしてらっしゃるんですか。それはもうお客さんによって違くて、例えば、日本人観光客をターゲットにしてる会社もあれば、うん、例えばワイキキの飲食店とか、はい、外食飲食店とか、はい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 、ツアー会社さんとかっていうのもあれば、はい、ローカルのレストランなんかもあるわけ、うん、そうするとローカルのお客さんに来てほしいとか、はい、観光客狙いじゃなくて、はい、ローカルの方たちをターゲットにして、はい、例えばオンラインを使って集客したいとか、はい、もうそこはいろいろです。いろいろなんですね、はい、うん、オンラインっていうまず聞きますと、はい、例えばウェブサイトがあるかとかになりますよ ね、最初はね、はいはい、でもそれだけじゃなくて、うん、実際にそのネットで商品を売るとか、はい、あともっとこう違ったサービス関連っていうんですかね、はいはい、そういうのもあるわけですか。ネットで物を売るっていうのはいわゆる e コマース、オンラインショッピングっていうのもあれば、うん、はいはい、あとそれ以外にも最近だとインスタグラムみたいな、はい、最近インスタグラムがすごいらしいですね。すごいですし、はいはい、Facebook なんかも、うん、あれはいわゆるソーシャルメディアっていう、はい、いわゆるウェブのメディアの一つなんですよね、はいはいはい、なので結構そのオンラインビジネスとかネットビジネスって言っても、うん、結構いろいろな、うん、まあ、収益モデルも全然違いますし、例えばオンラインショップだと、はい、物が売れたら、はい、その売れた分の手数料をくださいっていうのもあれば、うんうん、はい、単純にメディアを作って、オンラインのメディアを作って、うん、そこにバナー広告を貼るから、うん、アドバタイジングとしてお金をもらいたいっていう、はい、じゃあそこに行った人から、はい、もうクリックすればその人がお金が入ってくるみたいな感じですかね。そういうモデルとか、実はすごいいっぱいあるんですよね。いろいろあるんですか。はい。はい、あんまりよくわからない素人にしてみると、はいはい、なんかじゃあウェブサイト、はい、商品を売ってるアマゾンみたいな、はい、そのぐらいしかちょっと思いつかないんですけど、はい、もっといろいろ細かくできるということなんでしょうか。はい、そうですね。だからオンライン e コマースって言っても、うん、例えばアマゾンみたいな、はい、いわゆるショッピングモール、はい、あれって実はアマゾンが独自で売ってるのと、はい、あとベンダーさんが参加して売ってるのと、はい、実は
なパターンあるんですよね。なるほど。なので自分が商品持ってます、はい、オンラインで売りたいですっていう時に、うん、Amazon に参加して自分の商品、うん、まあ、いわゆるお店を、うん、Amazon の中にお店を作らせてもらって、うん、そこで物を売るっていうこともできますし、ショッピングモールみたいなものですね。ショッピングモール、はい、基本は Amazon は今まで自分の、うん、自分たちが仕入れて売るっていうのが基本だったんですけど、うんうん、はい、それ以外にいわゆるサードベンダーみたいな方たちが、サードベンダー、あの、はい、いわゆる、まあ、第三者、そうですね、はい、あの、いわゆるアマゾンじゃない会社がアマゾンのプラットフォームを利用して自分のものを売る、はいはい、それが最近の流れで増えてきていて、なるほど。でかつ、自分のいわゆるホームページ、自分の会社でホームページ作って、うんうん、はい、そこにいわゆるショッピングカートの機能をつけて、はい、あの、自分のホームページの中でもいわゆるこう物が買えるようにするっていうパターンもあるんですね。いろんなやり方があるということですね。いろんなやり方ありますし、一長一短なんですよ。例えばアマゾンってすごい人いっぱい来ますけど、はいはいはい、うん、あの、結局何て言うんでしょう、こう埋もれてしまう、当然ライバル多いし、何千も何万もあるっていうことですもんね、はい、もう何億人っていう人見てるんですけど、何億人ですか、はい、見てると思うんですけど、はい、当然あの、何でしょう、競合も多いし、検索されて値段で順位つけられたりとか、はいはいはい、っていうのもあるわけ。なるほど。で一方で、はい、じゃあ自分でホームページ作るってなると、うん、これはこれで、うん、あの、他の商品と比較はされないけど、うん、そもそもその検索で引っかかってこないと気づかれないで終わるっていう、はい、そうですね、存在しててもしてないみたいな感じですね。そうなんです。だからそういうパターンがあるので、うん、一長一短なんですよ、はい、なるほど。で、Amazon出店してると当然売れたら手数料取られるんですよ、はい、あ、何パーセントか、十何パーセント取られたりするんですけど、はい、自分でやってる分には、はい、まあ、クレジットカード その手数料みたいな取られるけど、基本的には丸、うん、自分のところに入ってくると、はい、なるほど。そういった違いがあって、はい、で、Amazon に出店してれば Amazon の中でうまくユーザーにリーチできれば物は売れる可能性ありますけど、うん、自分のサイトだとまず自分のサイトをこう、ね、知ってもらうっていうことが必要なんで、はいはい、なそうするとじゃあ、あの、広告をオンラインの広告を出して、はい、しないと自分のサイトに集客ができない、はいはい、なるほど。なんかとても複雑でちょっと素人さんの私のような人にはあまり分かりにくいんですけどその前にですね、内田さんがこういったビジネスに入られたっていう、はい、まあ、かなり先端ですよね。まあ、まあ、今はもう皆さんやってらっしゃいますけど、はい、うん、もうかなりやってらっしゃるっていうことは、そうですね、もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。私はこの業界に入ったら2000年なんです。2000年もじゃあ20年の、はい、もうそうですね、があるということですよね、はいはい、でそれはこうきっかけっていうんですかね、どういったことでこういうふうになったんですか。きっかけはもうちょっとあのロングストーリーなんですよ、本当は、はい、これ3分ぐらいで言う、3分ぐらいもっと短く言うと、はい、もともと私日本で CNN を放送してる、はい、まあ、CNN、うん、はい、日本で放送してる会社が、はい、まあ、放送局ですよね、ニュースですね、ニュースニュース、はい、でそこでいたんですよ、もともと新卒で、だからテレビには慣れてらっしゃると、テレビ局で、はい、いたんですけど、はい、そこで、まあ、2000年になった頃はちょうど i モードっていうですね、はい、携帯でインターネットをやるっていう、はいはい、ドコモさんが新しい技術を開発して、はい、要は携帯でこういろいろ情報が見れるようになっちゃって、はいはい、でテレビを見ない自分がいて、はいはい、あ、これからはいわゆるインターネットのサービスを提供している会社が世の中をこう引っ張ってくる、さすが先見の目ですねっていうのをなんとなく感じて、ね、はい、感じられた。で孫さんも、はい、ソフトバンクの孫さんもそんなようなことをおっしゃってたんですよ、はい、いろいろ本読んだら、はい、あ、そしたらこれはなんか自分の中でピピピッと、ピピピッと、はい、で2000年に、はい、あの、じゃあちょっと IT 業界に転職しようって、はい、まあ、その時、まあ、そんなないんですよやっぱり、うん、今もね、まだ今ですよね、あれですけど、はい、もう楽天かヤフージャパンかみたいな、うん、まあ、この2大巨頭と、はい、あと広告会社でサイバーエージェントとかみたいな感じだったんですけ ど、はい、で、まあ、楽天かヤフーに転職決まったら転職しようかなみたいな感じで、はい、そしたら楽天に決まったんですよね、はい、たまたままだ20代の頃の話ですか。じゃあもうちょうど30の時ですね、はい、じゃあもう張り切ってこれから何かやろうっていう感じの時ですかね。あの当時はどちらかというと、はい、あのもう30の転職って遅いぐらいだったんですよ。アメリカじゃそういうことはないですよね。ないですけど、日本ってやっぱり終身雇用だから、はい、新卒で入った会社でほとんど働く時代だったんで、だから結構転職するっていうのも、うん、僕なんかもあの当時は転職するのみたいな、テレビか清水の舞台、ね、どちらかというとその CNN みたいな、うん、ちょっと
ね、放送でみたいな、うん、もういいじゃないそこにいればみたいな、はい、それなんか楽天っていう、まあ、当時誰も知らないんで、うん、そうですよね、今でこそ、今はね、ね、野球もありっていうの知ってますけど、はいはいはい、誰も知らない会社に、うん、思い切ってっていうので、僕の中ではリスクとは思ってないんですけど、はい、やっぱり周りの人たちは、うん、なんかよくわかんない会社やめといたらみたいなのあったんですけど、はい、僕の中では全然もうあの、うん、そういう会社にやりたいと思ったんで、はい、で転職したんですよね。なるほど、はい、でそこでそのオンラインとかネットの方にどんどん入られていかれたと。もともとうちの家系って父方も母方もあの商売やってるんで、はい、あのどちらかというとそのサラリーマンで終わるなみたいな教育は親から受けてたんですよね。ちっちゃい、はい、あのちっちゃいながらも自分で起業家の精神が入っていたということですね、はいはい、なのでどっかでサラリーマンじゃなくて、うん、自分のその会社作って商売したいっていうのはあったんですよ、うんうん、なるほど。でその中で僕は次男なので、はい、家はあの建築関係の会社やってるんですけど、はい、それはまあ兄貴がいたんで、お兄ちゃんにやらせて、はいはい、僕は自由に、あの自由に自由というか何のあれもないっていう責任が、はい、ちょっとややそれでまあ楽天みたいな、はい、あの会社で、うん、いわゆる修行ですよね。なるほどね。それで学ぶことなくなったら、はい、もう辞めて起業しようと思ってたんですよ、はい、じゃあもう決めてらっしゃったんですね。で楽天にはどのぐらいいらっしゃったの？楽天結局2000年に入って、はいはい、もうすぐに辞めようかと思ったんですけど、はい、ただあの会社やっぱすごいダイナミックな会社で野球チームは始めるわ、社内の公用語は英語にするわって感じで、公用語英語なんですね。公用語なんですよ、知りませんでした。そうなんです。そういう面白いことを、はい、どんどんやっていくんで、うん、楽しかったですよ、いたのが。あ、じゃあ修行の場としても楽しかった。そうなんです、はい、それで気づいたら10年経ってしまって、はい、10年経っちゃった、はい、で40歳になっちゃった過ぎた、はい、でこのまま行くと定年までいそうだなと思って、はい、あ、これは良くないと思って、はい、良くないと思ったところがすごいですね、はい、初心に帰ろうってことですよね。さすがですね、はい、やっぱり楽天でもそれなりにいいポジションに行ってたので、はい、行かれたのが、それなりの年収ももらってましたし、うん、でもそこでやっぱり最初に入った時の気持ちっていうのは、うん、やっぱりその会社を自分でやってみたいっていう、うん、起業したいということですね、はい、でその今やってらっしゃる会社は100ドリームスというもう100の夢ですかね、はい、それをハワイに来て立ち上げられたということですよね。もともとアメリカで、まあ、大学の時に1年留学してたことがあって、あ、そうなんです、ね、アメリカっていうダイナミックなやっぱりこの国で、はい、なんか商売したいなと思ったんですよ、うん、はいはい、それで、まあ、なかなか縁がなくて、はい、まあ、それで、まあ、CNN に入ったっていうのも実はあのアラバマ州に留学してたんですね、うん、あ、その時にアトランタ の、 南部の、はい、ジョージアとか近いですもんね。そうなんですよ、はい、CNN の本社見て、はい、であ、こんな職場だったら楽しいなと思って、それで実は CNN の日本で放送してる会社があるっていうんで、はいはい、まあ、テレ朝の関連の会社だったんですけど入ったんですよ、はい、それでまああのそういった形でアメリカに対する憧れというか思いみたいなのがあったんで、うん、これみんなありますよね。結構こちらでやられてる方やっぱりアメリカに対する、はい、ね、やっぱりすごい国だなって言って何かやってみたいなみたいな、あのやっぱりダイナミックじゃないですか、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとこうガサツなところもありますけど失礼しましたアメリカなどすみません。でもハワイがどうしてハワイなのかなっていうのがちょっと興味があるんですが、そこは、一つはまあ当然ハワイが好きで毎年来てたっていうの、うん、あ、まあ、あの将来的に会社が大きくなっていったら、うん、僕のビジネスって、うん、実は他のエリアでも横展開できるので、はい、別に LA とかニューヨークとかっていうところでも、まあ、広げることはできるんですけど、はい、まずこの日本人びいきのハワイの土地で成功しなかったら、はい、まあ、そもそもメインランド行っても全然ダメだろうなっていう、ね、まずここでちょっとこうステッピングストーンみたいな感じで、そうですね、もうホップステップジャンプの、はいはい、まずはここでうん、チャレンジ、はい、なるほど、はい、っていうことはじゃあその、まあ、ハワイを修行の場というふうにちょっと考えられたところ、うん、面がありますかね。まあそうですね。なるほど、はい、じゃあそのお話をですね、その続きを、この少しお休みをいただいた後にお話を続けてお聞きしたいと思います。 We're going to take a short break here and we'll be right back and continue our conversation. Aloha, I'm Cynthia Sinclair.And I'm Tim Apicella. We are hosts here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you go to thinktechhawaii.com
and make a donation to support us now. Thanks so much. Hi, I'm Rusty Komori, host of Beyond the Lines on ThinkTech Hawaii. My show is based on my book, also titled Beyond the Lines, and it's about creating a superior culture of excellence, leadership, and finding greatness. I interview guests who are successful in business, sports, and life, which is sure to inspire you in finding your greatness. Join me every Monday as we go Beyond the Lines at 11 a.m. Aloha. We are back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Mr. Naoshi Uchida, an e-commerce expert who is promoting Japanese companies and local companies for global market. ライブでお届けしております ThinkTech Hawaii 日本語番組こんにちはハワイ。今日は e コマースオンラインビジネスのコンサルティング会社社長、内田直志さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でハワイの拠点の話なんですけど、はいはい、ステップホップジャンプですね、はい、で、それはじゃあそれも10年前に始められたんですか。いや、もともと2011年のいわゆるあの震災あったじゃん、東北の、はいはい、あれの2週間前に実は移住してきたんですよ、はあ、でその時に、はい、あの最初はあのジェームスっていう、はい、ハワイ界にあるあ富士通 の,、はい、のあのビジネススクールに実は行ってたんですよ、はいはい、なるほど、はい、でそこで、まあ、あのいわゆるグローバルな視点でのマネージメントリーダーシップみたいなのもう一回勉強したいなと思って。あ、素晴らしいですね。40代で、はいはい、勉強し直し それでたまたまそれが半年間のプログラムで、うんうん、でまあ終わった時に家族も連れてきてて、はい、でその時にあのいわゆる英語が、ね、うちの家族は全く僕みたいに海外生活経験がないので、うん、はいはい、奥様とお子さんたちですね、喋、はい、れないので、はいはい、そこで一回実験してみようと。海外生活耐えられる家族も大変ですね実験相手にされてはね、はい、それで、まあ、半年経った時に、はい、ちょうど日本はもう銀座なんかも真っ暗で、もう経済ぐちゃぐちゃだったん で、はい、これ日本帰っても仕事もないだろうなみたいな時に家族がハワイに住みたいって言ってきたので、うんうん、気に入ったと、はいはい、あ、しめしめみたいな感じでそれで、はい、で、まあ、じゃあ起業しようかなと最初思ったんですけど、はい、ハワイにいてすぐに感じたのが、あ、ここはもうコネクションがないと仕事が全く進まない街だってことに気づいて、なるほどね、はい、それに気がつかれたと、はいはい、それでたまたま縁あって、ちょうど白木屋さんってあの屋台村を始めた頃で、はい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 、でオーナーがまあビジョナリーな方で、はい、あの白木屋で e コマースやりたいって言って、はいはい、あ、それなら私お手伝いできますよって言って、実は白木屋さんなるほど、はい、出させていただいて、はい、あの日本で聞いてらっしゃる方はちょっとわからないと思うんですけど、うん、白木屋さんっていうのはもう日本ではもうないんですけれどハワイでは白木屋という名前で、はい、あのずっと続いてますね、うん、はい、日系のデパート、そうですね、はい、ではそれであの、はい、コネクションができて、そうですね、はい、そこでまあいろいろあのコネクションを作らせていただいて、うん、で2014年にちょうどじゃあ、はい、もうあの僕もこのまま行くと45過ぎちゃうしみたいな時に、はいはいはい、あ、やっぱりもう起業しようと思ってなるほど、で白木屋さん卒業させていただいて、卒業したんですね、はい、卒業ですCNN も卒業しまして楽天も卒業して、はい、それで自分の今の会社を作ったのがちょうど2014年なるほど。じゃあその今の会社のお話にちょっと戻らせていただきますけれど、うん、はい、じゃあローカルの会社を日米の架け橋としてサポートするという感じでおっしゃいましたよね、はい、っていうことはマーケットはどちらを向いてるわけですか、まあ、お客さんネットだからどこなんでしょう、はい、お客さん次第ですね。当然ローカルの、お客さんで日本の観光客を誘致したいです。ただやっぱり日本向けの、はいはい、やっぱりウェブサイトの作り方も日本人が好きそうなデザインであったり、はいはいはい、見せ方ルック&フィールっていうのがあるんですけど、そういった対応しますし、はい、逆にあの日本の企業が、うん、例えばアメリカ進出したいみたいな相談もあったりするんですよ。ハワイだけじゃなくてアメリカ進出ですか。アメリカ本土に進出したい、はいはいはい、でそうすると、うん、じゃあいきなりアメリカ本土行ってもやっぱり大変だから、うん、じゃあまずはローコストでリスクないように、うん、一旦アマゾンに出店してみましょうとか、なるほど、実店舗とか持たないで、はい、あのまずはウェブサイトだけ売って、うん、でそこでマーケティングして、うん、どんな人が見てるとかっていうのは、うん、ウェブって実はデータ取れるんですね、はい、アナリティックスってやつですね、はいはい、いわゆる Google アナリティクスみたいな、はい、あのツールがあるんで、はい、そうするといつどこでどんな人が、はい、どれぐらい見てるかっていうデータ分かるんで、はい、
そうすると、まあ、そのデータをもとにじゃあ今度こういう施策をやりましょうとか、うん、ああいう施策をやりましょう、いわゆるプランドゥー CA っていう、はい、プランプラ PDCA かプランドゥーチェックアクションの繰り返し、仮説実行です。日本語で言うと難しいですね後で帰ってきます、ね、はい、後でもう一度教えてください、はい、っていうことはちょっと今聞いてて、はい、こう感じたんですけど、はい、あのちょうど内田さんがやってらした、はい、こういつも真摯の精神飛んでらっしゃるじゃないですか、はいはい、でも、うん、こうやっぱり習うものは学ぼうと、うん、一に戻って、うん、その楽天に入られた時、はい、時もそうだし、はい、富士通に入られて勉強された時もそうですけど、はいはい、そのコンサルティング の、はい、その形っていうんですかね、はい、それがこうやっぱりうまく最初からポンといくわけじゃない、うん、やっぱりちょっと実験してみようとか、うん、はい、やってみようとか、はい、試してみて、はい、でうまくいったらやるし、はい、うまくいかない部分は直していくし、はい、っていうような、はい、そんな感じで基本そうですね、はい、楽天の時に、うん、もうそういういわゆる常に改善っていう、まあ、ことを習ったんですよね。常に改善、改善、はい、皆さんこれはキーワードです今日の常に改善、常に改善、はい、なのでまず、はい、なんか仮説を立てるじゃないですか、はい、こうやったらこうなるんじゃないか、なるほど、でやってみます、はい、で仮説通りにいったら、うん、じゃあそれをさらに伸ばすにはどうしたらいいか、うん、仮説通りにいかなくても何かしら結果が出るので、うん、いかなかった原因は何なのかっていうのを掘り下げられるんです、うん、失敗しても成功して も、 しても何かしら結果が出るので、はい、それをベースに次のステップに持っていくっていう、うん、なので実験の繰り返しなんですよ。なるほど。 でも仮説を立てるのだって全くのこう分からない人はどうやって立てていいか分からないですよね、まあ、そこに僕らみたいな、うん、いわゆる経験者の知恵っていうのが必要になってくると思うんですね、うん、はい、結局僕らも最初に、はい、楽天入った時は全く分からないわけですよ、はい、なので自分たちでいろいろ実験して繰り返してあれこれダメだこれ良かったっていうのをみんなで共有して、はい、これだったらこういうことできんじゃないのっていうのでノウハウを貯めてったわけですよね。なるほどね、はい、でそれを要できた段階で新しく来た人たちに最初から教えてあげれば、はい、同じミスしなくて済むじゃないですか。こうスターティングポイントが少し上に上がりますよね。そうなんです、はいはい、なので僕らがこうミスしてきたことは、うん、後からやる人はミスしなくてよくなる、うん、はいはいはい、例えば富士山だったら1合目からじゃなくて5合目ぐらいから登れるようになるっていう、はい、まあ、そこが僕らがいる存在意義だと思うんですよね。なるほどね、はい、でやっぱり それだけの知識っていうのは経験に基づいた知識でしょうから、うん、基本そうですね。でも失敗っていうのは恐れちゃいけないっていう感じが今聞いてて思ったんですけれど、はい、かえってそれが勉強になるっていうことですよ ね、 そうですね。失敗は自分で失敗と思わない限り失敗じゃないみたいなこと言われて、すごいですねこれは今日のまたキーワード2です失敗は自分で失敗と思わなければ失敗ではない、はいはい、内田直しです、はいはい、なので、うん、まあ、失敗だと思うとなんかこう落ち込むじゃないですか。落ち込みますよ、はい、でもこれは正解を見つけるための、はい、いわゆるプロセスだと思ったら、プロセスだ、はい、はい、なるほど、はい、よく三木谷さんが言ってたんですけど、はい、ビジネスとスポーツの違いは終わりがない、うん、野球とかって9回で終わるじゃないですか、はい、サッカーも90分で終わるじゃないですか。終わりますね、うん、でも、うん、ビジネスって自分が負けと思わない、ギブアップしない限り、うん、終わりじゃないですよ。うん、どんなに負けてでもそれは負けじゃない、必ず次がある、はい、なるほど、はい、いい言葉ですね。それを学んで、はい、なのでビジネスは自分でやってる限り、はい、それこそ定年もないですし、うん、やめなくてもいいように、もう死ぬ日までできるできるっていうしたいかどうかちょっと分からないですけどね、はい、でちょっとここで私も含めまして全く素人の方がいらっしゃると思うんですね、うん、でもう本当にネットビジネスなんか私にはみたいに思ってらっしゃる方もいるし、うんうん、それは僕には関係ないみたいに、うん、そういう方でもできるのがネットビジネスなんでしょうか。そうですね、例えばお店を開くってもう何十万ドルってかかるじゃないですか、うん、下手したらミリオンとかかかるじゃないですか。ですよね、店舗も必要だ、はい、はい。ネットビジネスって変な話、うんうん、オンラインの中だけなので、はい、コスト的にはもう下手したら100分の1とか、100分の1、1000万、はい、1000分の1とか、はい、ローコストで始められるんですよ。例えばオンラインで物を売りたいっていう時に、うん、ホームページ最近だともう普通に無料でそのオンラインショップ作れるツールがあったりとか、はい、月々数十ドル払ってオンラインショップ作れるツールがあったりとか、はいはいはい、もしそれすらも嫌だったら、うん、Facebook の中に、うん、自分のその法人ページみたいな、はい、ビジネスページ作っ て、 ってそこに商品載せて売ることも、じゃあ写真撮って iPhone かなんかで、はい、売りますとか、はい、5ドル、はい、それもできちゃう、まあ、やろうと思えば全然できますし、はい、最近だとそのいわゆる C2C 個人間取引、はい、
C は何ですか？コンシューマーとコンシューマーですね、はいはい、の取引 C2C、はいはい、B2C っていうのが普通なのビジネスとコンシューマー、うん、はい、それは法人がいわゆる個人に物を売るんですけど、最近は個人間取引みたいなものすごい流行っていて、なるほど、じゃあそのビジネスを通さないで、はい、もう私のような人と隣の奥さんが、はい、ビジネスをしてるみたいな感じですかね。日本だとメルカリっていうアプリがすごい流行ってるんですけど、はい、まあ変な話こっちで言うとこのクレイグスリストで、はい、ありますよね、売ったり買ったりしてます。あれもある一種の e コマースなんですよ、うん、個人間取引なんです。はい、そういうあのライトなところから挑戦していくっていうことができるんですよね、はい、なるほどですね、はい、そうするとそういうのに少し経験を貯めて、はい、それこそ失敗と思わない失敗を繰り返して、そうですね、でだんだんもう少しオンラインをちゃんとしようとか、はい、ウェブページを作ろうとか、はいはい、そうです。もう少しこうちゃんとしていきたいという時には、うん、やはりその B2B とか B2C の方ですね、はいはい、そういう方はあの内田さんのはい、うちに、はい、お問い合わせいただければ、はい、ちょっとじゃあお話ししていただいていいですか、はい、どこを見て何をいろいろやってらっしゃるっていうのを。そうですね、はい、うちの会社の場合は、うん、あの特にそのお客さんが困ってることを解決してあげる、しかもオンラインでっていう、うん、そこがポイントなんですね、はい、なので、うちのサービスってなんかお客さんごとに実はやってること違うんですよ。あ、この会社は集客に困ってるなとか、はい、この会社はなんか別のところで困ってるなとか、うんうん、あの基本集客に困ってるとか多いので、そうですね、はい、どうやってお客さんを集めていいか、はい、じゃあ どこを見ればあのどういうふうに検索すればいいんですか。あ、うちはですね、はい、100dreams.com っていう100dreams.com、はいはい、そこがうちのホームページウェブサイトなんで、はい、そこの中にあのコンタクトのフォームがあるので、はいはい、そこでお問い合わせいただければ。なるほど、はい、我々にメールが届くよ。電話したりとか E メールとかも大丈夫なんですか。あ、もちろんです、もちろんです、はいはい、で基本的には会社はハワイにあるけれど、はい、日本の会社でもアメリカにいる会社でも、はい、あのどこでもコンタクトができる、はい、ということですね。もちろんです、はいはい、でもなんかこう実際に内田さんに会ってその話を聞きたいっていう人はいいですか。したらワイキキのオフィスに来ていただければ。あ、ワイキキにオフィスがあられるんですね、はい、わかりました。ではそろそろお時間が来た、もう楽しい話してるパッと終わってしまうんですけれど、はい、お時間が来たようです。内田さん今日は本当にありがとうございました。大変勉強になりました。いえいえ、また来ていただきたい感じです。じゃあ第2弾お待ちしてます、はい、OK, we are out of time、Mr. Naoshi Uchida, thank you so much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise, your host. See you next time.